い、どうもケニーです、よろしくお願いします。ということで今回もバウンティロ週やっていきます。ということで、はい、最悪の世代の、はい、まあガチャがまあアプー終わったんですけども、イベントで全員がゲットできる、キャラクター、キッド海賊団戦闘員キラーのご紹介に行きたいと思います。はい、でまあね、どれぐらいだろうね、まあ5勝ぐらいすればまあ素体はゲットできて、あとは多分イベントのやつを全部クリアするとレベル80まではなるんじゃないかなっていう感じです、いつも通り。はい、でまあ80からまあ100にするまではかけらを使わないと100にならないっていう感じなので、まあそこは皆さんご理解くださいということで、まあほとんどの方知ってると思うんですが、はい、でまあスキルの方の紹介をしていきましょう。スキル1 鎌連続斬り、はい、って読むんですかね。はい、遠距離にいる敵に向かって移動しながらダメージを与える。はい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 、これね、遠距離にいる敵に向かって移動しながらダメージを与える、これルッチと一緒なんですよ、陸王が。で今バグがあるじゃないですか、なのでこのキャラクターもきっと多分バグが出てくるんじゃないかなっていう感じはします。はい、まあなのでアーロンパークとかね、ぜひとも皆さんリスタートっていうか、まあ最初のスタートですかね、キラが来ても気をつけた方がいいとは思います。はい、で、レベル5の方がですね、クールタイム35秒で、スキル攻撃力539、まあまあっていう感じですね。はい、でスキル2が回転鎌突進、はい、っていうんですかね、それとももしかしたらスパイラル鎌突進まあちょっとよくわかんないですけど、はい、で遠距離にいる一定範囲内の敵に連続でダメージを与える。あ、全部遠距離なんだね。はい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 、で1段から2段、連続って言っても2段、あ、最大5連続ヒット、スキル攻撃力は48、まあ最大 48×5 ってことですね、めちゃめちゃ低いですね。はい、でクールタイムが24秒っていう、めちゃめちゃ早いです。はい、で特性の方を見ていきましょう。敵を KO したとき20秒間移動速度が 10% 増加すると、はい、体力が 30% 以下のとき与えるダメージが 20% 増加する、自分がお宝をダッシュしたときスキル2のクールタイムが 30% 短縮と、でキャラブースト、体力が 100% 以上のときよろけなくなるという風になっております。はい、まあなので早速まあプレイしていきたいかなという風に思います。でまあキラーに関してで言うと、まあレベル100にしてまあどんなもんなのかっていうのはリーグバトルでぜひやってみたいので、まあやってみます。はい、まあそちらの動画も楽しみにしておいてくださいということで、はい、まあキラー見ましょう。はい、ゲッターなの、めちゃめちゃ動きやすいっすね。はい、1、2、3、まあ3発です。はいはい、ということで1、2、まあめちゃめちゃ普通に通常は全然優秀だと思います。はい、これでレベル3ですからね。はい、だからまあタスギとかも普通に使えたからね。まあでもやっぱ硬さで言うとやっぱりまあ星3なのでやっぱ軽くなってきちゃうっていう部分がまあネックなんですが、はい、まあとりあえずスキル試してみましょう。普通に良くない？これ、このスキル、めちゃめちゃ良くない？とりあえずスキルに打ちます。おーおお、すげえすげえ、何今の、バックトゥーザフューチャー、マジですげえ今の、マジで、なんかスキル超かっこいいんだけど、
え、もう全然、ちょっと待って、アプーよりもめちゃめちゃテンション上がる、これ。やっぱね、星さんってちょっと侮れないんですよね。やっぱね、こう、まあ、PS がすげえ求められてくるとは思うんですけど、やっぱり、いやいや、やっぱ面白い、これ。あ、これすっげえマジで。ってこと、あーでもね、さっき、ま、ルッチの、ま、今バグが、ね、ま、ちょっと、ま、流行ってるっていうよりかは、なんか見つけられて、今それを乱用されてる方が、まあまあ、いるんですが、はい。それはちょっとできないかもしれないっすね。多分ですが、これ多分、うん、普通に、すげえ戻ってきちゃうんで。だから相手とかまあいリクオーガに関してで言うと、まあ、目に見えない感じで移動してまあ相手のところまで行くんですが、これはまあ目に見えて移動してるので、だ多分アーロンパークとかの誤爆はなさそうですね。はい。いや、これは楽しいわ。いや、俺、これは100に、したい。え、普通にこれ、良くないっすか？星3っすよ。優秀です。全然優秀です。星4で出てほしかったな、このスキル。いや、やばい。スキル2がバカかっこいい。え、やばくないですか？敵を KO したら20秒間移動速度が 10% 増加する。で、まあ、さっきね、対戦を黒ひげと、相手がキラーで、レベル100のキラーを使ってる方がいたんで、ちょっと対戦してみたんですね。で、クローズとかをすると、まあ、100% 以上の時よろけなくなるので、まあ、タシキとかみたいに、まあまあまあ、ほとんどよろけなくなるキャラクターみたいに、逃げれてたんですよね。ただ近すぎるとちょっときついかなっていう感じはあるんですが、ちょっと遠目でクローズをされた時は逃げれてましたね。てか逃げられましたね。はい。まあまあ、やっぱ星さんなんで特性がこの3つという部分に関して言うと、なんですけど、これはね、ちょっとね、楽しみがいがある。めちゃめちゃある。てか普通に使いたい。個人的にはめちゃめちゃそう思います。もうさっきよりかは。はい。いや、これはいいわ。はい。まあということで、これ今回キラーのまあ紹介動画になりますので、ちょっと次ね、まあ100にして、ちょっと頑張ってリーグ潜って100にして、まあ100か80、80にして、ちょっとリーグバトルで戻って、キャラブーストもちゃんとつけて、メダルもつけて、やっていきたいと思いますので、そちらの動画も楽しみにしておいてください。ということで、今回は、キラさんのご紹介動画でした。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。